2月3日、宮崎県で次に向かったのは宮崎港です。ここは大きな船も入ることから水深もあるので期待できそうです。ネット情報ではタチウオ、チヌ、カサゴ、カマスが狙えそうです。カサゴは確実に釣れそうなので、今回も必ず釣れる磯目落とし込みでいきます。夕方で釣り人が何人かいましたが、ハナタレしか釣れていないようです。ハナタレというのはヒイラギのことです。車を横付けして釣りスタートです。車を横付けできる釣り場は嬉しいですね。明るいうちはあまり期待できませんが、とりあえず探ってみます。冬場は餌を加えてじっとしていることが多いので、ゆっくり竿を上げて魚が餌に食いついているか確認します。これが誘いになって食いついてくることも多いです。あたりがありません。移動しながら探っていきます。当たりがあってあげたのですが、途中根がかりで魚はついていません。結局日中は何も釣れず、夜の部です。何が夜の部最初のヒットです。何が来たんでしょう。何これ、あれカサゴくんのちっちゃいやつか。定番のカサゴです。カサゴくんの小さいやつでしたと。小さなカサゴはリリースします。はい、ありがとう。はい、カサゴしかいないね。いつもこの場所で釣りをしていて、今日もこれから2人で夜釣りをするという地元の方が声をかけてきました。地元の方はここで夜中にタチウオを釣って、このタチウオを泳がせてブリを釣るのだそうです。ちっちゃいカサゴだねこれね、うん。なんだねえ。俺は食うんだけど、もうちっちゃいのではね。かああ、そう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 、あ、磯目でね。ああ、磯目で。うん。夕方はあの表層に来てるからね。あ、うん。やっぱり食事タイムは上に登ってくるんで。同じやつだね。なんかあんなかね、やっぱり大きいのはいねんね。この前もそんなばっかりだった。地元の方の話ではカマスが入ってきていて、この右奥側で友達が先週の日曜に100匹くらいあげたようです。本当に。カマスも。カマスは美味しくないもんね。カマス少し手応えあるけどね。なんだろう、あれちょっと違う感じなんだけど、なんだろうな、あれ。あー、もぐらいたか。来た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 。うん、これ結構なやつだね。まだ飲んでるね、これ。飲んでる？違うか。ね、今度のカサゴはサイズアップしました。これだけ口大きいとね。うん。一回口だもの、ほら。あ、これ違うな、なんか。だろう。
カサゴとは違うやつがヒットしたようです。うん、でかいやつか。カマスみたいな。カマスでしょ。なあ、逃げ張ってんのか。カマスなんか食べたいって、お前カマスかよ。磯目の落とし込みでカマスを釣ったのは初めてです。ね、これだと食え、あんまりうまくない。いろいろ食ってください。あ、じゃあ。ちょっともらえば、友達が来るかよ。うん、友達がこれ好きなの。あ、好きなの。なんだよ、お前。また元に戻ったよね。笑うしかないよ。笑うしかない。何これ、もったいぶって。この後もカサゴが釣れ続けました。今日は地元の方と話をしながら楽しい釣りができました。いてて最後までご視聴ありがとうございました。次回をご期待ください。